はいどうも皆さんこんばんはモーシンです今日もですね仮想通貨のビットコインイーサリアム XRP その他注目ワールドコイン今日も5名柄そしてドルへの状況を見ていきたいと思います今日が2024年の9月19日木曜日今が16時1分を回ったところですビットコインなんと今6万2000ドルを超えました注目度がめっちゃ高まっていた昨日の FOMC だったわけですがその結果発表を受けてビットコインは反発していますまず今日の動画では昨日の FOMC、まあ、どんな結果発表だったのかそしてパウエルさんは一体何を喋ったのかこの辺りからしっかりおさらいしておきたいと思います というのも、まあ、市場ではこれがもう転換点になってビットコインはどんどん上昇相場に向かって動き出すんじゃないかという風な期待感に満ち溢れていると思うんですが本当にそう信じていいのかっていう部分は今日はしっかりですね冷静に見ておかないといけないと思うんですよねそれからビットコインだけではなくてアルトコイン市場も結構盛り上がった相場盛り上がった銘柄がいくつかあるわけですが今後それに追従して上がっていきそうな銘柄もちらほら散見されていますのでこのあたりをピックアップして今日は皆さんと一緒に楽しく見ていきたいと思いますト 今、新規登録1万5000円と初回入金120%ボーナスというキャンペーンをやっております。仮想通貨のトレードをする方においては、バンテージトレーディングが世界一スプレッド狭いです。それから、バンテージに預けた資金、最大年率なんと13%の金利がつくというところも魅力的なんですよね。毎日75万円以上の口座残高と、資金に応じて0.5ロット以上の取引が必要なんですが、これさえクリアしておけば金利がつくということで、以下の概要欄に解説動画と一緒にね、リンクも載せておりますので、ぜひチェックをお願いします。はい、今日の仮想通貨資料ですが、全面高となりました。 ビットコインが882万ということで2.7%の上昇イーサに関しては34万4000円ということで4.1%の上昇イーサも結構反発したんですよねそれからソラナだったりとかそれから水位ですね水位がものすごい上昇を見せていますアルトコインの中でも結構重要な銘柄というか主要銘柄が上がっている印象ですよねただこのニアポルトコルとか他の銘柄に関してもまだ上がりきっていないと僕は思っていますその辺りの注目銘柄を今日はテクニカル分析でしっかり重点的に見ていきたいと思いますじゃあその前に株式 資料の動向から今日も見ていきましょう今日の日日経平均もちゃんと上上がりりまましたね2.13% 37,155のの昇 37, 円で終わっております、まあ、今日の相場では円が下落したということで輸出関連の銘柄が上がって日経平均を支えたということが言われているんですよねでも大幅利下げしてきたんで普通だったら円が買われてドルが売られるんじゃないかなと思うと思うんですが今日に関しては円が下落しているとその理由に関してはアメリカが今後大幅な利下げを継続するとの見通しが後退しているということなんですよねなぜそんな 見方になっているかというとうパウエルさんの発言にヒントがありましたえパウエルさんは会合後の記者会見で緩和を急がないという風に明確に述べてきたんですよね一応僕も今日のツイッターでサクッとですねえパウエルさんの声明をまとめてみたんですけれどもえ雇用とインフレ目標に向けて経済は大きく進展しているとインフレ率も過去1年間で沈静化をちゃんとしてきたっていうことも強調したんですが依然としてまだ高いですよねとでこのインフレがちゃんと落ち着くかどうかっていうところも保証するものはなくて先行きはやっぱり不透明だということなんですよ、ね 特に昨日の声明ではこのインフレ率インフレに関しての言及がかなり多かったんですよね0.5%の利下げをしているけれどもインフレがちゃんと落ち着くかどうかっていうのはまだ分からないよとなのでここは慎重にいかないといけないんだよっていうことを強調してきました、まあ、これによって円が売られてドルが買われたと日経平均は上がったということですよねで昨日のアメリカの株式市場も0.5%の利下げこれはやっぱり織り込み済みだったということで株価自体は全体的に若干下げたんですよね今時間外での100とかを見 見ると上がっっってていいたたりははすすするんででけれども米株に関してはちょととと様子見ムードだったということですよねそんな中でビットコインはどう動いたのかここから仮想通貨関連のねニュースを見ていきたいと思うんですがえ仮想通貨市場の追い風となるかということでアメリカの FRB が0.5ポイントの大幅利下げを決定してきました通常0.25%ずつね下げたりするわけですけれども今回は通常の倍0.5%いきなり下げてきたというところで注目なのは今後どういうふうに利下げしていくかというところ今後の見通しが若干見えてきました年4回回公表される今回の 経済見通しによると2024年末時点の FF 金利の予想の中央値4.4%だったそうなんですよねで、この予想に基づけば今後今年に関してはあと0.5ポイント分追加利下げが行われるんじゃないかっていう風な予想になるわけです今年の FMC はあと11月と12月の会合まあ残り2回ということになりますのでこの予想通り行けば次0.25%次も0.25%こういう風な順番で利下げが行われる可能性があるんじゃないかということですよねビットコインの動きはこの0.5ポイントの利下げが発表された時点 ぐらいまで上がったんんでですすけれども結果そその後自立売りが起ここっったたたよねそこから若干下げていったとただ今日の日中にかけて大きく上昇しているということで株式市場よりも今ビットコインとか仮想通貨市場の方が強く動いているという状況なんじゃないかなと思います、まあ、そこにはやっぱりアノマリーとして10月以降上昇するっていう風な相場があったりとかそれからビットコインの取引所の残高がどんどん下がっていたりとかねえそういった仮想通貨市場特有の要因今後の期待感によって上がっているっていう面もかなり大きくですねあるんじゃないかな と思うんですよねじゃあこれが潮目になって仮想通貨市場特にビットコインはもう上昇トレンドに乗っていくのかどうなのかここが重要なわけですよね今日元ビットメックス CEO のアーサー・ヘイズさんはこんな発言をしています FRB のの利下げは政治的動機ににによるるるものかもかししれなないいいとと、えー、今後インフレがどんどんんん加速しててくことになるだろうっていう,ふうに言ってるんですよ、ね、まあアーサー・ヘイズさん以前からこういうふうなことをね繰り返して言っているんですけれどもまずは11月の大統領選に向けてカマラ・ハリスさんを勝利させるために金融市場を活性化させているんじゃないかということを言っ っています。イエレンさんがまた国債をどんどん発行してドルをどんどん吸っていくような状況になるんじゃないかっていうことを言ってるんですよねなのでアーサーヘイズさん自身は今後中期的な環境としては上がっていくんじゃないかっていう風な予想をしていますじゃあ目先のところこのまんま7万ドルいって7万5 0 0 0ドルいってっていう風に上昇していくのかっていうところなんですが目先はちょっと不安定な相場になるだろうっていうことを言ってるんですよね今仮想通貨市場も株式市場もそこまで大きな変動には至ってないわけですけれども、まあ、金融市場の金曜日の取引終了時に本当に の反応が起こって、その後、週末にかけて暗号通貨が上昇または下落するでしょうと。まあ、どっちに動くかわからないけれども、とにかく不安定な相場になる可能性があると。で、その不安定な相場っていうのは、週末から週明けにかけて起こってくるだろうということを言ってるんですよね。一応、明日に関しては、日銀の金融政策決定会合もあって、まあ、これ次第でビットコインがね大きく動くんじゃないかっていうことを言っています。まあ、明日、日本円がもし弱まることがあればえ、ビットコインが強く動くだろうということを言っています。まあ、この辺はちょっとね、よくわからないところではあるんですが、とにかく今週末、 ですかから週明けにかけににては大ききな値動きに注意したいところですよねあちなみに今、バイビットで新規登録いただくと、1000USDT 相当のポジションがエアドロップされるキャンペーンをやっています。これ50倍のレバレッジがかかっているんですけれども、ポジションをもらって、そのまま放置して、利益が出れば出金することができます。なので、その大きな、ね、変動の週末までに、このポジションをゲットしていれば、リスクなしに大きな利益になる可能性もありますので、まだバイビット登録してない方は、ぜひ今のうちにチェックをしていただければと思います。ということで、まあ、週末はね、ちょっと警戒が必要かなっていうことが言われているんですが、 基本的には今後じりじりとですね、強く動いてくる相場になるんじゃないかなと僕は思っているんですよね。今日ビットバイズがレポートを出したんですけれども、まあ、そのビットコインだけではなくて、イーサリアムのパフォーマンス、今非常に落ちています、低迷していますけれども、年末までに反転する可能性があるんじゃないかと、そんな風なレポートを出しているんですよね。まあ、今はやっぱりライバルも多いし、レイヤー2もね、どんどんこう普及してきているっていう状況で、なかなかイーサを使うモチベーションが湧かないと、それからイーサに関する大きなアップデートだったりとか、大きなニュースっていうところも今特にないわけですよね。 ただし、仮想通貨市場がちゃんと盛り上がってくるような状況になればイーサの評価っていうのは大きく変わってくるだろうと、まあ。ほとんどのアプリケーションがイーサ上で作られていますし、まあ、ステーブルコインの大半もイーサリアンブロックチェーン上で発行されているっていう現状があったりします。まあ、DeFi 資産の60%以上がこのネットワーク上にロックされているっていうところも考えると、やっぱりイーサに再度、ね、注目が集まってくる可能性っていうのは、まあ、極めて高いんじゃないかと。イーサリアンブロックチェーンはマイクロソフトのような存在なんじゃないかっていうふうに言っています。で、イーサの活動がまた、ね、活発化してくると、トランザクションも多くなって、 それによってイーサのトークンがバーンされるっていう風うなデフレ傾向になっていく可能性もありますよねそうなってくるとイーサの価格がどんどん回復してくるっていう風な未来も考えられると思いますなので連日言っている通り今の価格帯からちょこちょこね仕込んでいくっていうのは僕はいいんじゃないかなと思っています、まあ、ただここまで低迷すると本当にこれ回復していくのかとそういう風な不安感を覚えるっていうのもまたこれも事実だと思うんですよねじゃあ機関投資家とか今その辺の雰囲気ってどういう風になっているのかここをしっかり見ておくことが重要かなと思います今日海外のニ 顧客たちは結構仮想通貨まあ特にビットコインですけれども購入をしているんじゃないかというふうなことを発表してきたんですよねなぜビットコインに注目が集まっているかというとアメリカの債務が危機に陥るんじゃないかというふうな懸念からということなんですよねブラックロックが共有したレポートによると同社の顧客はビットコインを米国債務危機の可能性に対する保険として見ているといわゆる安全資産というかねリスク資産とは連動しないような資産として注目しているんじゃないかということを言ってるんですよねまあ、やっぱりビットコインの特徴としては供給量が限られ グローバルな性質を持っていたりあと国境を越えたたのしやすすさ、えー、そうういいいったまあ便利な資産っていうことこも挙げられています国内外の不確実性要素が結構、ね、今高まっている状況なわけですけれども、まあ、米ドルに影響を及ぼす可能性のある将来の出来事に対する潜在的なヘッジ手段としての代概準備資産の魅力が高まっていると、えー、そういう風にブラックロックのアナリストが言ってるんですよね、まあ、今利下げをしたとはいえ0.5%の利下げをするほど経済がもしかしたらやばいという状況を示唆しているのかもしれないとそんな中で中 情勢も緊迫化ししているしインフレもどうなるかわからないっていう状況の中でビットコインが選ばれるそういった流れも起こる可能性があるんじゃないかっていうふうにこれを見ると思いますよねこれまで低迷してきたビットコインのアクティブアドレスこれがね若干上がってきつつあるんですよねもしかしたらそういった代替資産としての注目度の高まりによってアクティブアドレスが上がってきている可能性もあるんじゃないかなと思います、まあ、前回、えー、コロナショック以降ですね仮想通貨市場盛り上がってバブル相場となったわけですけれどもその時の水準ぐらいのところで今止まってるんですよね でちなみにその2020年の時も価格が上昇するにつれてえそれより前ですかねえビットコインのアクティブアドレスが一気に上がってその後に価格が上昇していったとえ今はまだこの辺で低、ね、迷していますけれどもこのアクティブアドレスがガンと上がるタイミングがどこなのかここもねやっぱり日々チェックしておかないといけないかなというふうに思いますちなみにトランプさんは昨日ニューヨークのバーで初めてビットコイン決済をしたというのがねこれ世界中で話題になりましたよね一応バーでビットコインを使ってチーズバーガーを買ったらしいですねでそのバーガーを持ってこれはクリップ バーガーガだっっていいう風に言ったらしいですこれ一国の前大統領であり今年の大統領候補がこんなキャンペーンをやってるっていうのは仮想通貨投資家からすると非常に心強いですよねまあ、引き続きトランプさんのこの言動とか、えー、行動には注目していかないといけないかなというふうに思っていますじゃあ最後ビットコインの状況だけ確認しておきたいと思いますまず OI なんですがえ今日直近の上昇によって OI も増加していますのでまあ、成り行きがえてガンガンね上がっていったプラスショートスクイーズだというところがですね言えるんじゃないかなと思うんですよねで生産ヒートマップを見ていくと 今は61400付近に離れていた大きな意識ラインここも突破していってショートスクイーズが起こったというふうに考えられますその上でいくと62600から63000付近まあこのあたりがこう意識されているような状況ですのでまた614000ドルを前にしてこのあたりの額帯も注目されるんじゃないかなというふうに思いますまあこの63000ドル付近を突破すればまたショートスクイーズが起こりやすいということなんじゃないかなと思うんですよねでこれ見ていただいたらお金の通りロング勢の生産のポイントまあ広範囲にわたって意識が 広まっているんですよね、まあ、これ板を見ていただいたら一目瞭然なんですがまず売り板から見ていくとさっき言った6万4千まで明確に厚くなってますよね一方で買い板見ていくとさっき言った6万ドル付近までだったりとかあとは5万8千とか、まあ、それから5万70005万6千とか以前の価格帯にもかなりしっかりですね買い板が入っているということでま目、あ、先の相場はある程度ね揺さぶられたとしてもそこがい展開にはなるんじゃないかなというふうに予想しておりますこういった外部環境を踏まえて今日の相場分析入っていきたいと思いますじゃあまずはビットコインの日差しから見ていきたいと思います今のビットコイン が62125ドルということでまあ本当に理想的なこう切り返しになったっていうのは間違いないんじゃないかなと思うんですよねあくまでテクニカルだけの話をしていくとやっぱ今のところで 2050100MA を日足レベルで抜いたんですよねこれは相当大きいことだと思いますというのもつい先日までこの移動平均線がデッドクロスまあいわゆる仮想通貨資料で言うとデスクロスしたとこれは今後非常にまずい展開になるんじゃないかっていう風に思われていたわけですよねえ特に一旦この移動平均線を下に離れて一発戻したところで、まあ、大きな こここのでですすね強い抵抗ラインがあったわけですこれがまあ5万8000から6万ドル付近だったわけですけど通常の流れであればここで抵抗されてもう1回5万2000まで付けに行くっていう可能性が結構高いかなっていう,ふうに思われていたわけですよねそこでしっかりねこの5万8000で切り返して上昇を継続させたとそしてその中で移動平均線も超えていったということで完全なこう下落目線っていうところからかなり脱却してきたんじゃないかなと思いますで本格的に相場反転が意識されるのはこの6万4000から6万5000水準ですね要は前回の高 超えてていいけば見方は大きくく変わってくると思いますそこに向けてってなるとやっぱりもうちょっとねいろんな壁を越えていかないといけないっていうところはあるんですけれども一、まあ、つこの5万8000付近に関してはある程度こう固まったんじゃないかなっていうふうに思うんですよね、まあ、週末週明けにかけて一旦利確調整とかで下がってくる可能性を考えておかないといけないですが、まあ、下がってきたとしても6万ドル付近でちゃんと耐えるようなそういった相場環境が形成されているんじゃないかなというふうに思っています、まあ、4時間足の移動平均線でも綺麗なな、ね、ゴールデンクロスを形成して、まあ、移動平均線密集からの上昇という まあこの初動としては非常に文句なしの、ね、上げ方なんじゃないかなと思いますので、まあ、しばらく短期的な調整は挟みつつもじりじり上がっていくような相場になるんじゃないかなと予想をしておりますそれからイーサに関しても結構反発しました今が2423ということでいよいよこの2450付近、まあ、この辺の抵抗ラインを試すかどうかという展開になってきましたよね一応ここのライン抜けるとここのダブルボトムのネックラインを突破するということになりますので次の抵抗ライン、まあ、2500から2600付近ですかね、はい、この辺りの拡大まで一気に戻すという可能性 も出てきたんじゃなないいかなと思います、まあ、ただイーサーが本格的に回復する相場っていうのはまだまだ先かなというふうに思いますので、まあ、ちょっと上がりましたけれども定期的にこの辺りでちょこちょこ買うのはいい環境なんじゃないかなと僕は思っていますそれから XRP これ引き続き強いですよね、まあ、具体的には昨日の相場でしっかり大きな下ひげをつけて反発してきました今が58000ということでやっぱりちょっとこの移動平均線の密集というところがまあさらにね直近で意識され始めてきているんじゃないかなと思うんですよねで今後 XRP が大きく上昇 するっていうのはどこを突破する必要があるのかっていうとやっぱり63セントです、まあ、この辺ずっとね上根を阻みましたよねこれがまさに63セントということで今はその63セントまで行くことができていませんその手前の60セントのこの水平線で抵抗されてしまっているんですが下からは移動平均線がこう密集して上に上がってきつつあるような状況が作られていますので、まあ、この高値切り下げを抜けて63を試す展開っていうのはもう時間の問題なんじゃないかなと思うんですよね、はい、4時間足で見ても移動平均線完全密集からのゴールデンクロー まあ、結構いい形が作られていますので、まあ、下手したらこの週末とかに、まあ、63セントを試してえそのまま若干抜けたりとかっていうそういった攻防がです、ね、見られる可能性は十分に考えられるんじゃないかなと思っていますそれからソラナえ昨日は大きく反発ということで今が138ドル、まあ、ここの抵抗ラインまで上昇してくることができました問題なのはこれを抜けられるかどうかですよね一応今のところダブルボトムのネックラインとなっているわけですけれども安値はちゃんと切り上げているしあれさえも強気のところまで、ね、上昇してきていますでビットコインもねこう強く動いてきていると まあ、ビットコイン次第のところはね、やっぱりあるんですけれども、今のこの環境を見ると、この141付近の抵抗ラインの最後のところですね、これを抜けて安定させるっていう可能性も十分に考えられるんじゃないかなと思っています。はい、4時間足レベルでもこんな感じで急反発、出来高もちゃんと上がりましたよね。4時間足レベルでの移動平均性もゴールデンクロスを形成していく段階に入っていますので、まあ、しばらくは下げたとしても、そこが対動きが継続される可能性が高いんじゃないかなというふうに予想しております。え、それからめちゃくちゃ上げたのが水位ですよね。え、今が1.36ということで、 まあ言っていたらこの1.28付近の抵抗ラインこれをぶち抜いていきました、めちゃくちゃ強いです、はい、こうなってくると、まあ、次の抵抗ラインのところが意識されると、まあ、ここが一番意識されるんじゃないかなってお伝えしていたと思うんですが、これが1.4ドル付近なんですよね、はい、ここまで一気に、ね、到達するとは思いませんでしたけれども、さすがにここまで上がったということで、一旦利確調整が起こってもおかしくないかなと思います、利確調整が起こった場合は1.25とか、この以前の抵抗ラインだったところまで下げて底固めという可能性が高いんじゃないかなと思います。今出来高もちゃんと上がってるし移動平均線も ここから価格にに追いいいてくるるようなな感じになると思いますので今後は下がったとしてもまた買われてもう完全に上昇転換というところが意識される相場になるんじゃないかなと思いますまあこの1.4付近も意識されるとは思いますがまあ時間の問題一旦調整されたとしても最終的に抜けて大きな上昇トレンドが形成されるというふうに見ておりますそれからニアープロトコルまあこれも以前から注目と言っていましたが今が4.46ドルということで今日の相場で5%ぐらい上昇しましたよねで今回冷やしレベルでは2050を抜けただけっていうふうに見えるんですけれども やはり4時間足レベルでは移動平均線完全密集していたところからの上昇、えー、そして出来高も上がっているということで非常に強い良い,い形での上昇だったんじゃないかなと思います、えー、直近の高値も抜けていきましたのでここから調整された相場は、えー、デイトレ的には買いのチャンスということで、えー、まずはこの直近高値5.2ドル付近の抵抗ラインを試しに行く可能性が高いかなというふうに思っています、まあ、本格的な上昇反転っていうところが意識されるのはおそらくこの5.0ドルの水平線これを突破してからだと思いますこれを突破できれば25兆 100MA を突破することになりますしダブルボトムの ネックラインを超えたとということになりますので、まあ、長く続いた下落トレンドがいよいよ終わるとえそういう風な意識になる可能性がある5ドルまでは目先は試しに行くんじゃないかなと思っていますえそれと同じような環境で上がりそうなのがこのユニスワップですよね今が6.8ドルということでまあといってもじりじり上がっては来ているんですがこれも4時間足の移動平均線見ると完全に密集そこからの上抜けっていうところが完成されています今短期的にはこの7ドル付近で抵抗されているんですがこれをブレイクすれば一気に急騰しそうな雰囲気ですよね日足では次 次の抵抗ライン7.5ドルから8ドル付近ということでこの辺りを抜けないと大きな反発には繋がらないかなと思うんですが目先はここにチャレンジしていくような機運が高まってくるんじゃないかなと思っていますそれからアバランチ、これも非常に強い動きで日足しレベルでまず見ていくと25時100を今突破しようとしているという状況なんですよねこれも4時間足では移動平均線完全密集からの上抜けそして出来高も上がっていると、まあ、他の通貨と同じく非常にいい形が形成されていますので次の抵抗ラインでいくと直近高値まずは28ドル付近ですかね はい、そこも超えれば次30ドルっていうところが見えてくるわけですがまずは直近高値に向けて上昇する可能性が高いというふうに思っています最後ドル円なんですが今が142.17ということで結局ドルが売られていますよね短期的には、はい、一時143.9まで上がりましたけれどもそこから反転したということで、まあ、やっぱり基本的にはドルが売られる円が買われる、まあ、そういった相場感になる可能性は高いですよねまあやはり明日の日銀の金融政策決定会合でどんな決定をしてくるのかまあ利上げすれば文句なしの円買いになると思うんですけれどもちょっと どうなるか全く読めないということで明日のドル円相場も相当荒れるんじゃないかなと思いますただ基本的な中期的な目線としてはやっぱり円が買われてえドル円に関しては下落していく137円付近までまずは落ちるんじゃないかなというふうに予想をしておりますということで今日は7通貨そしてドル円の状況を見てきました一旦 f o FMC を通過して安ど感が広がっての買いというところもあるとは思うんですがやはり注目なのは今週末それから週明けにかけてえどんなふうに動いてくるかまだなかなか読めないところがあるんじゃないかなと思うんですよねまあ一応僕もビットコイン上がっててくれてね嬉しい気 でではあるんですけど、まあ、こういう時ね、油断しないようにっていうところが当資の世界では非常に重要だと思います一応 YouTube 以外で最新動向に関してはこちらの Twitter でね定期的に新しいニュースだったりとか今の相場状況を配信しておりますので、えー、コメント欄にねリンク載せておりますのでそちらからぜひフォローをいただければ嬉しいなと思いますまた直近で大きなプレゼントキャンペーンもやりたいと思っていますのでぜひ今のうちにフォローをしていただければと思いますということで今日の動画はここまでにしたいと思います最後までご視聴いただきありがとうございました 人間でいてはいけないということ。うん、ざっくり言うと計算して。